Hi everyone, good to see you, good. どうもしてない。俺のこと呼び込んだのかと思った。え？違う？僕のことをその店に連れて行きたかったら問題5つ出すから3問以上正解しなきゃいけないのだ。OK 1問目、今日のファイターズの対戦相手のピッチャーの名前をフルネームで答えよ。ちょっと待ってください。得意だ。あの2問目以降野球とは限らないよ、言っとくけど。1問目はたまたま野球だけど。どうもどうも、ありがとうございます。助かります。今加藤はい、違う、相手ピッチャー。相手ピッチャーか。1問目は当たった。2問目、志村けんの卒業した小学校、中学校、高校、答えよ。いや、3つになってるって。あ、じゃあ2問目、志村けんの卒業した小学校はどこだ。小学校でいいですか。任せてください。あ、携帯使ってるね。はい、携帯使ってるのがバレたから失格。使ってないです。あなた回答権なしじゃ。お二人が頑張って。お二人俺野球なんて何も見てない。野球じゃないよ。志村けんの卒業した小学校はどこだって言ってんだから。志村けんなんだ。面白い。志村けん、あれ死んじゃった人だ。もう彼回答権なし。携帯触ってんので。ヒントなんかないよ。あ、ヒントなんかない。厳しい。出身しかわからない。東村山市の出身。東村山市立加西小学校でした。って言おうとしたっす。遅い。分かってたんだよ。携帯いじってるとか、いじったから分かるのは分かってるよ。3問目はじゃあ、千代の富士は小錦相手に何勝何敗か。マニアックやろ。すごいいいところ攻めてきた。じゃあ貴乃花とあけぼのは何勝だ。21対21ですけど。あ、そうなんだ。すごい。では千代の富士は小錦相手に何勝何敗。貴乃花、あけぼのは21対21。へえ、めっちゃ詳しいじゃん。めっちゃ頭いい。白鵬対貴景勝は。白鵬対貴景勝は知らない。そこダメだ。貴景勝の話俺にされても困るわ。あんな大関になってろくに勝たないでよね、あんなやつなんか。全くもう本当に貴景勝は俺から要求したいよ。貴景勝は前頭に負けてるにつき罰金10万円取れって言いたいよ本当に。ちなみにこの前霧島歩いてました。え、霧島が歩いてた。あの函館巡業からこっち来て。おお、そりゃびっくりだな。びっくりポンだよ。びっくり。答え、ちなみにさっきの問題の答えは千代の富士の20勝9敗。そんな勝ち越してる。はい。ではここは北海道なので、大鵬は柏戸相手に何勝何敗でしょう。大鵬はちなみに稚内に降りたがおかげで命が助かりました。稚内で降りなかったら死んでました。なんで大鵬は稚内で降りたの。お母さんが船酔いしたから。気持ち悪いと思って降りなかったらその船が沈んでたから。結構面白い。そしてクイズが。ね、ちゃんとクイズになってる、ね、でも何一人分かんない。いや、あなたたち野球の問題だと成功しそうだからちょっとやめといたの。他には例えば清和学園のピッチャーとファイターズのピッチャーで同姓同名は誰って問題もあったんだけど、分かるよね。伊藤博美。ん？え？違うよ。ファイターズ OB のピッチャーと清和学園のピッチャーは同姓同名だ、あれって言ったら分かるよね。俺野球選手なんてダルビッシュしか知らねえよ。あ、そうだったの。ちなみに答えは斎藤佑樹だったんです。ファイターズ OB と、清和学園のピッチャー、だから初めまして斎藤佑樹ですって2人で言ってんの。2人揃って、交互に。交互に。ゲームオーバーです。3問間違えちゃったから。また来てください。あのクイズに正解、あのまたはないかもしれない。ここ札幌だから。え、観光ですか。まあちょっと稚内に行ったついでだね。稚内行ってきたの。いいね。またクイズお願いします。
埼玉県のものなので埼玉県からあんな埼玉県から飛行機を全く使わずにここ北海道へ来て稚内新幹線あ新青森と函館新北斗の間だけ新幹線、あとは普通の電車のみで稚内行ってきて札幌に戻ってきて明日はフェリーで帰ろうかなって感じです。めっちゃいいよ、うん、まあ、ちょっと8月20日といえば何の日、カラフトで、郵便局員9人が自殺をした日。暗いからだからそれだからお参りしに行ってきてあげたのその9人の女性のために、8月の20日稚内まで。ちなみに8月17日は看護師自決した看護師のための供養が護国神社でありましたね札幌市では、東海トラフト地震はいつ来ますか、うん、そんなの分かんねえよっていうか起きないでほしいが起きた時のためにあの想定はしといた方がいいかな。あじゃあ、ま、はい、はい、今回、不正解に持ち込みました。ご視聴いただきましてありがとうございます。グラツエ Thank you. Thank you.